優勝技究極張り切りスタジアム乱闘モード。対コンピューターでも2プレイヤーでもいいから、自分が打者の時デッドボールを受けたら、打者が倒れている間にコントローラーの AB ボタンを交互に20回以上押そう。すると怒りに燃えた打者が投手に殴りかかるのだ。くれぐれも KO されないようにね。大関技究極張り切りスタジアム乱闘を防ぐコマンド。乱闘が嫌ならこれ。デッドボールで打者が倒れている間に投手側のコントローラーの十字ボタンを3回押す。すると打者が一塁へ歩き出す。どうもすみません。大関技究極張り切りスタジアム酔っ払い乱入コマンド。対コンピューター2プレイヤーどちらでもできる技だよ。7回表または7回裏が開始される時点で同点だった場合、突如酔っ払った観客が乱入する。アナウンサーと解説者のコメントも入ってとっても楽しいよ。